ロットンローとサウスキャリッジドライブ1894年20世紀、初めのロットンローハイドパークコーナーから見た景色。ロットンローは、ロンドンの中心部、ハイドパーク内に存在する乗馬用道路。公園の西ハイドパークコーナーからサーペンタインレークの南岸に沿って東へと続いており、ハイドパークの南の境界を形成している。18世紀、ビクトリア朝時代においては、 上流階級の社交場として賑やかな場所であった。現在も乗馬用コースとして整備されているが、ロンドン郊外の旧社からは距離があるため実際に使用されることは少なくなっている。ロットンローは17世紀にウィリアム3世の命によって造成された。セントジェームズ宮殿からケンジントン宮殿に居住地を移したウィリアムは両者を安全に行き来できる道を欲した。彼は、 ハイドパーク内に広い幅を有する道路を建設し、300のオイルランプで道を照らさせた。これはイギリスにおける最初の街灯であった。ロットンローという名称の由来はフランス語で王の道を意味するルートでロアが崩れたものであると考えられている。18世紀になるとロットンローは上流階級の社交場として著名になった。週末の午後には優雅に着飾った。 紳士宿女が乗馬を行ったり見たりして時を過ごした。隣接するサウスキャリッジドライブでは馬車に乗った人々により同様の車高が行われていた。現在でのモロットンローには砂が敷き詰められた馬道として整備されている。ナイツブリッジに旧車を有している。この駅馬隊にとっては馬を走らせる絶好の道となっているが、それ以外の人々の姿を見かけることはほとんどない。 ありがとうございます。